阪神801系電車、阪神801系電車、阪神801型電車は、かつて、阪神電気鉄道が保有していた、鉄道車両で、当初は401型として30両が製造され、優等列車を中心に運用された。この校では本形式の改良型として20両、製造された831型についても紹介する。 日本初のインターアーバンとして開業した阪神本線には開通当初三陰付近や神戸市内などに平洋軌道区間が存在していたことからこれらの区間にある停留所での乗降に配慮してドアにステップを取り付けた車両を投入していた。ただ開業当初から並走する東海道本線との競争を余儀なくされたことからスピードアップや連結運転の開始などに努めていたほか 平洋軌道区間の専用軌道化や急曲線の改良、重機乗化などを推進していた。中でも、1920年の阪急神戸線の開業以降は、より一層の速度向上が求められたことから、全線の専用軌道化を推進していた。また、車両の面でも、従来の木造車から、対象末期に登場した371型では、 阪神発の反抗性車両となったが、371型までは、路面区間での乗降に配慮して、両端のドア部にステップを取り付けていた。しかし、両端のドアにステップを取り付けると、必然的に台車のオーバーハングが長くなり、高速走行時における乗り心地の低下といった問題、抱えていた。そこで、全線の専用軌道化を見越すとともに、 有等列車運用に充当することを前提にして、両端ドアのステップを省略して、台車のオーバーハングを短くすることで、高速走行時乗り心地の向上を図り、より高速電車に近くなった401型を製造した。401、801、形と831型とでは、車体長、全長約14.3メートルや、側面窓配置、台車など、 同一の部分もあるが、601系のデザインを引き継ぐ前頭部を持つ401型と、平洋軌道線1系の流れを組む前頭部となった831型とでは大きく、印象が異なるように、相違点も多い形式である。このコーデは各形式ごとに紹介する。また、本形式では、急行向けにモーターの出力やギア比を高速向きにすることで、 現在の阪神の車両につながる急行系車両と普通系車両の区分の始まりとなった。記述のように、1926年3月に30両が大阪鉄工所、藤永伝造船所、田中車両、川崎造船所の各社で製造された。スタイルは3 1 1系以来の側面窓配置 D、6D6D、全面5枚窓の車体で6 0 1系同様初期の 半行性車両に特徴的なリベットの多い車体であり、運転機器を正面貫通扉の左右に設けていたことから、本形式も運転士の運転姿勢がバンドのドラマーに似ていたため、601型に引き続いてバンドマンというあだ名を授けられた。塗装はこの頃の半神の車両に特徴的なライトブルーであったが、601型よりさらに明るい色調で登場した。 台車及び伝送品であるが、台車は川崎造船所製のボールドウィン78から 25AA を履き、モーターは東洋電気製造製 TDK-513A を4機装備して、歯車比は69、22、3.14と、それまでの形式に比べて、モーターを高出力化して、ギア比を小さくすることで高速性能の向上を図った。制御装置は、 GE の MK 型である。ブレーキは601系の SME カラームに変更された。また、この時期はまだ併用軌道が残っていたことから、終電装置はシングルポールを搭載し、車端部に折りたたみ式の救助網及びバンドン、密着連結機を取り付けた。輸送力増強と三両連結運転の実施に備えて、1928年に0両が田中車両で、 翌1929年には重量が、川崎車両での計20両が製造された。側面窓配置こそ401型と同様であるが、前面を、平洋機動線1型とよく似た。右側に、行き先方向膜、左側にエアインテークを持つ、平面上三枚窓にモデルチェンジされ、このデザインが後退化改造で登場した1141型までの基本デザインとなった。また、 運転台が従来の車体中央から左片隅に寄せられ、すべての扉にドアエンジンを装備したほか、連結側には貫通ホロが常時装備されるようになった。ただし、後年の形態とは異なり、非連結側のホロは取り外していた。台車及び電装品は、制御機が再び自動加速式の芝浦製作所製、RPC-1 に換装され、 台車が同じボールドウィン78から 25AA ながらも、汽車製造性に変わったほかは、塗色も含めて特に変更はなかった。なお、841から850は、屋根状の通風機の形状が変更されていることを、はじめ、台車のメーカーが今度は、日本車両製造性に変更されたこと、モーターが TDK-513T ブレーキ装置が、 アム・アールに変更されるなど、先の重量からマイナーチェンジした車両として登場した。形式図。昭和初期の阪神本線では、1929年7月の三影駅周辺の高架化や1933年6月の神戸市内地下化など、残存していた平用軌道区間の専用軌道化工事を推進していた。このため、401、831型とも、 高速化や連結量数の増加に伴った改良を蓄じいった。まず、1928年に401から403の3量に対して、パンタグラフの取り付け試験を行い、東洋電気製造製 TDKG 型と三菱電気製 S600AB の2種類のパンタグラフをテストした。翌1929年には401系の801型への改版を、 実施、九百三十一年頃には、全車ライトブルーから茶色に塗色を変更した。九百三十二年一月に八百四十一八百四十二の台車を、試験的に抱き合わせ式ブレーキに改造したほか、電気カプラーを取り付けた。同年七月には、パンタグラフ化を実施したが、その際、片側にまだポールを取り付けていたことから、八百一から八百十四 841、842の奇数車は大阪側、偶数車は神戸側にパンタグラフを取り付け、815から830と831から840、843から850では逆に奇数車神戸側、偶数車大阪側にパンタグラフを取り付けた。同じ頃に801系の全車自動ドア化と貫通ホロの取り付けを実施している。 1933年の神戸市内地下化によって、新設軌道線から、平洋軌道区間が消滅したことから救助網を呼び、ポールを撤去、連結量数の増加に伴って、非連結面にも常時貫通ホロを取り付けるようになった。401、831系の両形式とも、登場当初から阪急神戸線や、少し遅れて、昭和初期から、 フリークエントサービスの向上を図って C10、C11 型が牽引する京阪神間区間運転列車の運転を開始した東海道本線に対抗すべく休行運用に投入された。1929年12月からは梅田駅新在系機関で三両連結運転を実施し、神戸市内地下線開通以降は三両運転を全線に拡大するとともに特急の点を開始して、 801、831 80の両形式は交代化改造を終えたばかりのセニチ系、各形式とともに特急運用に重当され、翌1934年7月の小線電車開通や急電運転開始に伴う阪神、阪急、小線の三社が繰り広げた競争の阪神側の主力車両となった。百三十六年には連結量数の増加と、 地下線内走行によって、明瞭なアナウンスが必要となったことから、全車車内放送装置を取り付けた。また、連結量数の増加に伴って、手動加速の801型と、自動加速の831、851、861、881計画形式が根結されるようになったが、831系以降の RPC 系制御機にリレースイッチを、 取り付けて閉できるようにした。しかし、その場合831系以降の車両がノッチを一段ずつ診断しないと運転台に搭載してあるブレーカーが大きな音を立てて飛んでしまったという。801、831の両形式とも、戦前の半身に在籍していたた、形式同様美中戦争から太平洋戦争へと続く時代の流れに翻弄された。 1943年11月に、川西航空機本社工場への通勤、資材輸送路線として、向川線、向川、島崎間が開業した際には811から815の5両が、中央ドアを境に交互に座席を撤去して、同様の座席撤去改造を受けた1121から1126同様を同線専用車となり、主として4連で運行された。 翌1944年8月に国道線との連絡のために向こう橋まで延長された際には運転区間を同駅まで流した。1945年に入ると801、831の両形式とも多形式同様の最下をこむることになった。4月23日未明午前4時頃の三宮駅構内留置車両の火災においては重量が全焼。 その後6月15日の甘ヶ崎空襲では、車庫内において821、824、825、848の4両が反焼する被害を受けた。それ以外にも、事故や故障で動けなくなる車両は続出し、終戦直後の枕崎台風では、梅田駅構内と甘ヶ崎車庫が高潮で水没したことによって、さらに車両状況は悪化、ついには、 国道線での代用輸送を余儀なくされた。しかし、その後の車両復旧は急ピッチで進み、年末の12月30日には、関西支鉄のトップを切って、急行運転を復活、801、831型も851、861、881の各形式とともに急行運用に投入された。ただ、 この時期は普通用の線一0 1各形式に故障者が多かったことから余裕のあった急行用の各形式も普通運用に充当された。復旧の過程で三宮駅構内における被災者は他形式の被災者同様1946年6月29日付で廃車され、車体は錆止め塗装を施された上で天ヶ崎車庫の片隅に留置された。 これらの車両は1948年6から8月にかけて、川崎車両、溝口車両、設置車両の各社で復旧工事が実施されて、一旦制御車として車席復活したが、この際に、前面、側面とも大きく改造され、前面は851型に準じた喫茶店スタイルの3枚窓となったほか、側面は DD5D5D1D と、 客用扉を移設して乗務員扉を設け、運転台を広く取って、前後非対称の窓配置になったことにより大きく、印象が変わった。これらの復旧車も1949年から1952年にかけて再伝送を実施、完全に復旧した。この際、807と820のパンタグラフの位置を大阪側から神戸側に移設している。時期は、 前後するが多形式同様1947年から数年間茶色と窓周りクリームイエローのツートンカラーに塗られていたほか側面の車番表記も現在と同じ縦長ゴシックに変更されたまた向こう側線向けに座席撤去が行われていた811から815も1949年に座席復元改造が実施された復興なった8 1 831の両形式は851、861、881の各形式とともに5から6連で急行運用を中心に重当され、1954年の3011型に始まる大型車の投入後も、向こう側線で運用されていた811以外の全車の客用、ドア部分にステップが取り付けられはしたが、 基本的な運用形態に変化がなかった。また、1956年には全面、左側窓状に、標識灯を増設するとともに、室内灯の蛍光灯化を実施、ステップのなかった811も同年に、向こう側専用の予備車の814とともに、着脱式のステップを取り付けれている。ただ、この年の9月4日に、 新材系機構内で発生した元町業休行と、校内入れ替え中の電車との衝突事故において、大破した817が、同日付けで廃車になった。翌1957年には801系の MK 型手動加速制御機を1101、1111 11、1121の各形式から捻出された RPC-50、801から820。 817、ケツ及び PC-5、821から830に換装。これで急行系全形式が自動加速制御となったことから831系の制御機を PCH、831から839、841から843、847から849及び PC-4A、840。 844から846、850に改造した。その後も大型車の投入は続くが、急行用の各形式は高速域では赤道車の各形式に遜色がなかったことから、ジェットカーと性能が建設してしまった普通用の各形式と異なり、この時期には向川線の運用を平洋機動線から転入してきた。 金魚鉢こと71型に委ねて、全車本線及び西九条駅延伸前の電防線、現在の阪神南馬線の運用について、しばらくは急行やラッシュ時の区間急行、準急を中心に、時にはジェットカー量産車である5101系、5201系登場前には、ラッシュ時の普通運用に投入されるなど、輸送力増強の一助を担っていた。しかし、 普通車の置き換えが一段落した1963年からは7801系の大量投入に伴って、これら急行系の小型車の置き換えが開始された。同年5月には801系11両が、9月には801系14両と831系4両が廃車され、翌1964年には2、3月に831型が2両ずつ、 5月に831型が5両、8月には801系の残り4両と831型が4両、廃車され、9月に831系の残り3両が廃車されて、両形式とも消滅した。廃車時に年出された台車の一部は、851、861、881の各形式に換装された。 1964年に831系のうち重量は、当時小型車、デない系形到達を控えており、また列車衝突事故の影響で、車両不足の状態にあった、京福電気鉄道営山線、現、営山電鉄へ上とされ、同車デな500型となった。505からは、勾配線を意識して、抱き合わせ式ブレーキに改造された台車のものが、選ばれている。 写真のあった阪神をはじめ当時の各社にはもっと状態の良い車両もあったが、機関 1435mm、電圧 600V で大改造の必要のないことに、加え、無人駅の多い導線で便利なように車体の端に、客用ドアのある動車が選ばれた。入線に際して、終電装置は、シングルポールに戻されたが末期には再度パンタグラフに、改めている。また、 運転速度の関係から弱開示を使用しないようにしている。発電ブレーキを装備していなかったことから比較的、平坦な永山本線並びに、倉間線に賢者山での限定で使用されたが、老朽化に加え車体幅が狭いこと、乗務員専用扉がなく、無人駅の多い道線で使いにくいこと、 前日の発電ブレーキ未装備による運用の限定があったことなどが理由で、6両が1979年から1980年にかけてデオ600型に更新。名目上は大体申請され、更新されなかった4両は廃車されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。